はい、これは締めて4日目のチヌですね。これを片面だけこうさばいてみたいと思います。4日目ですね。さあ、これもさばいていきたいと思います。こっちですね。どっちが使ってもいいんでしょうか。これをまた後で寝かすようにしたいと思います。はい、これをまずはタイツモのように電解水で通してまして、水道の水で電解水を洗います。そして拭きまして、これはまた後でやりましょう。まあ、先に切る前はね、必ずこう洗っておいた方がいいですね。さあ、それではこれを刺身にしたいと思います。はい、これでチヌの刺身、冷蔵庫で3日間熟成させて寝かせてますね。